諦める悪いやからあんたらなんかじゃ束なってもかなわん。ここで今日は最高怖い話をしたいんですけど、この曲ってさ、トラックがかっこいいとかマールさんのラップがかっこいいとかさ、いろいろあるんですけれども、一番怖いのは、本日のシラッター歌唱力向上委員会はクリピーナッツのお届けの歌い方を10分ぐらいで解説できるわけはないんですけれども、ちょっといけるところまで行ってみましょう。歌唱難易度は S ランクなんで本当に大変なんですけれども、私は別に本業がラッパーとかではないので、皆さんがねこの曲をカラオケで歌えるようにするための基本の基本、基礎の基礎、リズムの取り方、声の出し方、そんなところをやっていけたらと思いますので、ちょっと今日はですね、一つね本当に怖い話を用意しております。そう、この曲はですね、ダンダダンというアニメの主題歌なんです。だから私もちょっと今日は怖い話を一つ用意してきたので、楽しみにしててください。本日の音楽のレッスンスタート。ダンダダン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 。ここのリズムがいきなり難しい。まずですね、アニメの主題歌ですねのダンダダン、アニメのタイトルが出てきて、これでリズムを作るんですけども、まず発音、これさ、ダンダダンダンダダンダンダダンダダンダダンってあまり言いすぎるとリズム的にも強く出ないしかっこ悪いので、ダンダランダンダランダンダランぐらいの気持ちです。ダンダレン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 ダンダラン。オッケー。次、これさ、1,2,3,4で手拍子しながら、ダンダレン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 ダンダラン。これ結構難しいと思うんですよ。なんでかっていうと、1,2,3,4の4拍子とダンダダンでリズムがずれてるのね。ちょっとポリリズムっぽくなってるの。まるでこの世とあの世がね、ずれてるみたいな、そんな感じとかでいきなり始まるんですけど、そういうところまで考えてるのかな。1回目のダンダダンについてはまだこの世のリズムだわけ。ダンダダン。ここにいるんだけど、2回目のダンダダン、どっか行きます。ダンダダン、ダンダダン。この手拍子のどこでも、裏の位置に、裏の世界に行っちゃってるわけ。あの世に行っちゃってるわけ、ダンダダンが。で、3回目。ダンダダン、ダンダダン、ダンダダン。戻ってくるでしょ。で、また。ダンダダン、ダンダダン、ダンダダン。ダンダダン、オッケー。ガンダンダンダンがあの世のリズムに行って戻ってきて、行って帰ってきてを、これ繰り返すのが4行続くのね。で、最初はさ、ダンダレンダンダレンダンダレンって、このさ、下のラフラとかシフラなんて、ダンダレンダンダン、ここがこの辺り、こんなにぴったりと音程取らなくてもいいと思うんですけど、だいたいここら辺にいたのが3行目ぐらいからだんだんと、ダンダレン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 ダンって感じで、ちょっとこう、R さんのね、こうテンションがどんどん上がってて、音程自体もグググググググって、なんかちょっと、まるでさ、妖怪か、何かこう近づいてきてるみたいな、そんな感じのニュアンスが出せるといいんじゃないですか。はい、というわけで発音がダンダラン、リズムが、この世のリズムとあの世のリズム行ったり来たりします。最後にかけてちょっとテンションとともに音程自体もグイグイグイって上がっていきます。ポイントを押さえて歌ってみましょう。難しい、頑張ろうまでいくよ。 Here we go! 1,2,3,4! ダンダラン、諦めの悪いやからあんたらなんかじゃたまなってもかなわん。クワバラクワバラクワバラ、目にも止まらん速さ。難しいですけど、基本的なことから一個ずつボイトレしていきましょう。まずは最初の入り方ね、リズムね。ワンツー、諦めの悪いやから、オッケー。1,2,諦めの悪いっていう風に入ります。で、こっからはアクセントをしっかりと取っていきます。1,2,諦めの悪いやからあんたらなんかじゃたまなってもかなわん。で、これさ、たまなってもかなわん、たまなってもかなわんで、ただのちっちゃいやつで飛んでいくんじゃなくて、たまなってもか、たまなってもかなわん、ちょっとわざとクッて止めたいの。たまなってもかなわん、クワバラクワバラクワバラ、目にも止まらん速さ。はい、来ました。クワバラクワバラクワバラ、目にも止まらん速さ。目にも止まらん、目にも止まらん、目にも止まらん。R さん入れるじゃん、これ裏返し、ブリンバンバンボンとかを指してる人もわかると思うんですけど、このクワッグワッグワッって裏返し、裏声を一瞬だけ入れてるのね。目にも止まらん速さ、えい、くたばらん、だまらん、下がらん、押して押しはがまま。はい、ここがまた難しいんですけど、くたばらん、だまらん、らん、らん、らん。ちょっとさ、がなりって一応書いてあると思うんですけど、がなりっていうよりは、いやん、あん、なんか、いやんっていうね、ちょっと、いやんって結構鋭い声をね、R さんが使ってるので、くたばらん、だまらん、下がらん、押して押すわがままって、これなんかクリーンな、綺麗な声でいくんじゃなくて、くたばらん、だまらん、下がらん、くたばらん、だまらん、下がらん、なんかちょっと、うわーって、ちょっとみじみじみじっとした、ちょっとなんか、声を出してください。で、リズムもちょっと特殊ですね。くたばらん、だまらん、下がらん、
黙らん下がらん黙らん下がらんすぐ来るからね黙らん下がらんそこどきな邪魔だ俺はもう一人のあなたこれさ俺ははさ下がらん下がらんと俺は下がらん俺は下がらん俺はここちょっとリズムの感じがダカ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 っていう感じがちょっと見えるといいかも俺はもう一人のあなたサルチンカエチンワンセカヨミの国ワンダーランサルチンカエチンちょっとなんかホールっぽくこうなんか音程の感じが変わってるのが出せるといいですねサダちゃんはサダコでございますねケリーきっと来るきっと来るでカエちゃんはカヤコですねカヤコってなんだ呪音か呪音かかな呪音はね音楽で表せられるねすごいねでっていうなんかこうだからさこれはまあダンダダンがさそう妖怪とかさまあ宇宙人とかそういうのが出てくるアニメだからまあこういうなんか妖怪たちが出てくる妖怪お化け出てくるあの世のものが出てくるわけですねひょみなくねひょみなくねなんか R さんがちょっとこうやってこっちにこもった声を時々出すの分かりますかひょみなくにひょみなくにじゃなくてひょみなくね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 ワンダーランご祈祷中に何か4時44分回ったらここの歌い方も特徴的なんですけどご祈祷中に何か4時44分回ったらこれさ44分なんかポン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 って感じちょっとうち上の矢印で表してみたんだけどなんか4時44分4時44分みたいなこういう感じが出るといいかも回ったら4尺4寸4分様がここもね4尺4寸4分様がじゃなくて4尺4寸4分様がカミネッチュバンガランここもさカミネカミネッチュ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 ちょっとこっちカミネッチュカミネッチュじゃなくてカミネッチュバンガランでベー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 の B の音はベーベーめちゃめちゃ弾いてくださいバンガランで呼ぶ声がしたなら文字通りお疲れさん文字通りなんだけど発音的には文字通りお疲れ様やんっていう感じでまあ4時44分444っていうのはさ、まあ、エンジェルナンバーってちょっとなんかあの幸運の数字みたいに言われることもあるんですけれどもまあその日本的に言ったらばまああの世とこの世がつながる時間じゃないですか4時44分ね牛蜜時とまた別のねこうなんかやっぱ不吉なものがやってくるそんなお時間ですねで4尺4寸4分っていうのは意味があるのかどうかはちょっと分かんないんですがまあこれもまあ不吉な数字ねあの世とこの世がつながる数字でいいんじゃないでしょうかでカミナッチャっていうのはおそらくカミングアットユーカミングアットユーカメナッチュカメナッチュカメナッチュで襲いかかる来るきっと来るってこうそういうことじゃないですかカミナッチュバーガラン呼ぶ声がしたんだら文字通りお疲れ様やんお疲れ様のつくの感じがお疲れさんじゃなくてもうあの取り付く方になってますね。もうダンダダン見てください、アニメ。ね。ここで今日はさ、一個怖い話をしたいんですけど、まあ、この曲ってさ、まあ、トラックがかっこいいとか、まあ、Rさんのラップがかっこいいとかさ、まあ、いろんな声を使ってるとか、まあ、テクニックが難しいとか、まあ、リズムが難しいとか、まあ、いろいろあるんですけれども、一番怖いのは、全部、ダンダダンで韻を踏んでることだと思いませんか？言ってる意味わかる？諦めの悪いダンダダン。やからと、ダンダダン。あんたらがダンデダンなんかじゃもダンデダンたばなってもダンデダンカノワンとダンデダンクワバラクワバラクワバラダンデダンダンデダンダンこれ全部言い踏んでんの何も止まらんダンデダンハイヤサードダンデダンクタバランダーバランサガランダンデダンダンデダンダラダン押し通すはガーママと押し通すダンデダンそこ時のダンデダン俺はもう一人のダンデダンサーダちゃんガーヤちゃんダンダランダンダランワンサカダンダランダンダランダンダランヒョミの国ダンダランワンダランダンダラン国土地にダンダラン4時44分ダンダラン4尺4寸4分ダンダラン神なっちゃうバンガランがダンダラン呼ぶ声がしたダンダラン文字通りお疲れダンダラン怖い全部ダンダダンで怖いアルさん怖い怖いあんたが一番怖いよってわけで、まあ、そんな音のね化け物にきっと取りつかれてる、まあ、ハルさんがお届けするダンダダンの韻の踏み方の歌詞一緒に歌ってみましょう Here we go! 諦める悪いやからあんたらなんかじゃ束なってもかのわんクワバラクワバラクワバラ目にも止まらん速さ Hey! くたばらんダマらん下がらん押し通すわがまま Hey! そこときな邪魔だ俺はもう一人のあなたサラチンカエンちゃんワンスカヨミの国ワンレランご祈祷中になんでか4時44分回ったら4尺4寸4分様が神立ちバンガラン Hey! 呼ぶ声がしたなら文字通りお疲れ様やんはい、入れた。ここのリズム難しいんですけど、一番最初にやったダンダダンと実は一緒で、ダンデダンダンダ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 ダンと一緒で、この世のリズムとあの世のリズムが存在します。1回目、3回目、5回目の入れたが、
この世のリズム、2回目と4回目の偶数回のハイレタがあの世のリズムでございますね。ハイレタ、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 強く読んでるところが、この世のリズム、弱く読んでるところがあの世のリズムで、ちょっと取りづらいところね。ちょっと、でも最初のダンダラン、ダンダラン、ダンダランと構成は一緒でございます、基本的には。で、リズム的にはこうなんだけど、声的にはずーっと優しい声、ちょっとウィスパーボイス。ハイレタ、ハイレタ、ハイレタじゃなくて、ハイレタ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 、ちょっとこの柔らかい声でお願いします。で、この先もリズムが難しいんですけど、まず頭が休符っていうのを覚えててください。2行目。必死で吐いてた先で霧は晴れた。この段のところが、黄色のアクセントになってます。で、また、デコトボーコが、これも頭休符ね。あん。ちょっと休んでから、うん、デコトボーコがうまく噛み合ったら、痛みが重なったらって感じで、黄色のところは強く読むリズムの中心だって覚えておくと、なんて答えると思う。で、声自体はずーっと柔らかく。ちなみにこのさ、入れた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 って、まあ、だんだんなんてアニメ見ていただければわかると思うんですけど、この、もののけというか妖怪みたいなのはさ、人間にこう取り付くわけ。なんか悲しみとか強い思いに共感して、もう、ヒューンって取り付くわけね。はい、入るわけ。その人の中に。で、なんかちょっと一緒になって、なんかちょっと戦っていくというか、成長していく物語ではあるんですけれども、だんだんなんてアニメはね。っていう感じで、あの世のものが、この世に、まあ私もしくは人間に入ってくる、そんな意味だと思うんですけど、これなんかさ、元ネタがあるらしくて、なんか山の毛っていう、まあ都市伝説の妖怪みたいなのがいるらしいんですけど、そのさ、妖怪が、こうな人に取り付く国に、入れて入れて入れて入れたって言うんだって、っていう、まあモチーフがあるらしいという考察を見ました。優しい声というよりは、まあ、あなたが、私が妖怪になったつもりで、入れた入れた入れたみたいな、こういう感じの、ちょっとこの怪しい感じで一緒に歌ってみましょう。Here we go! 入れた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 、必死で入れた先で霧は晴れた。てこと僕がうまく噛み合ったら、痛みが重なったら。このパートはちょっと優しいかな。まあちょっと人間にとって優しいパートでございますね。あの音の毛のRさんがね、ちょっと手加減してくれてる感じしますね。心、体、頭、みなぎってゆく、なんだか背中に今羽が生えたならば、ならば、ちょっとこう柔らかくなるようなウィスパーのところも使っていってください。で、心、体、頭、ダンダダン、なんだか、ダンダダン、羽が生えた、ダンダダン、ダンダダン、ダンダン、全部これダンダダンでまた韻が踏まれてるのね。怖い、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 怖い。どういう脳みそしてんだろうね。悩みからさらば、えい。飛び立ってゆく、ちょっとね、へい、ちょっとやりすぎだけど、ちょっと R さんボイスプラス、はっはっは、裏返しっぽいのが入るといいんですけど、まあ、これはなんかこう、綺麗に真似しようとするよりは、ここでリズムをちゃんと取っとくっていうようなイメージの、だと思った方がいいね。暗闇からさらば、飛び立ってゆく彼方、で、こんな感じのくだりがもう一回あるので、まあ、ちょっともう早速歌ってみましょうか、このパートはね。ちょっと細かい解説というよりは、もうその練習あるのみでございます。いくよ。せーの。心から頭みなぎってよく、なぜか背中に今羽が生えたならば、暗闇からのさらば、飛び立ってよく彼方、心から頭懐かしい暖かさ、足元に今羽が咲いたならば、暗闇からのさらば、飛び立ってよく彼方。ふぅ、何度だって生きるお前や君の中、まあ、なんかさ、ここの R さんちょっと特殊な滑舌というか歌い方、声自体は R ボイスっぽいんだよね。何度だって、何度だって、ちょっとだけこうこもってる感じ、まあ、R ボイス 40% ぐらいで、なんかさ、発音がフランケンシュタインみたいなというと、ちょっとなんか失礼かどうかちょっとわかんないんだけど、何度だって生きるって前に出すんじゃなくて、何度だって生きる、何度だって生きる、なんかこんな感じじゃない？ちょっと声重なっててね、 100% わかんないんだけど、ちょっとこうなんかアンニュイな発音にしてると思う。何度だって生きるじゃん、何度だって生きる、お前や君の中、まぶたのライア、耳の中、ここら辺はちょっとマイルドなんだけど、 R ボイスっぽい感じが、フランケンシュタインみというか、ちょっとマイルドになって、胸の奥にひっついてる、あ、ひっついてる、ひっついてる、もう、いの前に、ひっ、ひっ、ひっついてる、メロディー、リズムに、ちょっと、まあ、こっち側のあるボイスっぽい、ちょっとこういう感じを出しておいていくといいかもしれません。で、ダンダレン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 、これちょっと一周目上がるとき、ウィスパー気味になります。柔らかくなります。で、ダンデレン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 ダンデラン、2週目は普通の声のまま上がる。で、3週目がダンデレン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 、
ダンダレンダンダレンダンダレンで終わります。というわけでここまで一緒に歌ってみましょう。Here we go。 何度だって生きるお前や君の中、またの暗闇耳の中、胸の奥に根付いてるメロディーリズムに、ダンデレン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 、今日も才能変わらどまんねかっていう、まあこう後半に続く。